はい。というわけでですね、こんばんは、JL 大手指定好きです。というわけで、今日がですね、ま、10月31日。はい。明日からですね、11月。そしてですね、残りね、あの、2ヶ月っていうね、もう早いですね、本当に。なんかもう私が働き始めたんがね、4月からでね、ま、4月1日から。まあ、今日で、まあ、大体ま、半年超えるぐらい。まあ、超えて、まあ、ちょっと働いてるって感じなんですけども。 いやーそれ自身もね、働いてますがね、なんか、慣れないですね、まだ。やっぱり。ああ、でもまあね、なんか。 その、毎朝毎朝行くっていう感じでは、なんか学校に行ってるようなね、そういう気分にもなったりするんですけども、まあ、今回はですね、あの、そんなね、雑談っていうよりかは、まあ、再度お知らせという形でね、あの、今回やらせていただきますが、まあ、あの、YouTube のね、投稿について、まあ、10月は、ま、1日と、まあ、ポンポンポンって開けてね、投稿していったわけなんですが、まあ、11月からはまたね、あの、曜日を設定しようかなというわけでですね、 やっぱりその1日とかでね、そういう日にちでやっちゃうとね、わかりづらいかなと思って、まあ、今回ですね、まあ、曜日をね、設定してっていうことなんですが、あの、字幕がないんですよね。すいませんね、あの、編集してないので。字幕がないので、まあ、詳しく見たい方は、あの、概要欄にね、あの、書いておきますので、まあ、詳しく書いておきますので、まあ、そちらをね、あの、見ていただけたらなと思います。あの、11月からは、 まあ、特に何も変更がなければですね。あの、まあ、あの、投稿本数、やっぱりまた変えますって言わん限り、あの、日曜日と火曜日、そして木曜日、土曜日。まあ、日、火、木、土というですね。まあ、土日が2日連続で投稿で、それ以外が1日飛びの投稿という感じでね。あの、やっていこうかなと思っています。まあ、あなんでこの投稿日にしたっていうと、やっぱりね、うん。 一日明けてのね、投稿、やっぱり続けたいなっていうのと、まあ、個人的に土日はやっぱりなんか動画上げた方が、なんかいいかなというわけで、まあ、この時間に、あ、この時間ちゃうな、この日にちにしました。はい。あの、ちなみになんですけども、サブチャンネルの方はですね、引き続き、まあ、あの、6時にね、動画を投稿するようにしていきます。個人的に同じ7時にしてもいいんですけどもね、なんか動画被ってっていうのもなんかあれかなと思ったんで、あの、分けずに、 あ、分けずに、わ、もちろ同じにせずに、まあ、ちょっと時間をね、ずらしているという感じで。はい。なんでね、たまにあの、ちょっと動画投稿の時間、間違えて7時とかになっちゃう可能性もあるんで、すいませんが、あの、そこだけご了承ください。はい。そして、まあ、お知らせはま、こんな感じで。まあ、あと、質問コーナーもですね、まあ、今日まで一応、まあ、今日までって言ってますけども、最終的に動画ができるまでですね、まあ、受け付けておりますので、あの、興味がある方はですね、まあ、リンク貼っておくので、 あの、うん、質問ください。今のところ質問1個しか来てないんですよね。もう質問コーナーやのに質問1個しか来ていない。もうね、コーナーではないですね。なんか、ただのお客様のお声を聞くためのアンケート答えてる的な感じになってるんで、あの、できたら皆さん、あの、すいませんがね、あの、クっどうでもいいことでもいいんで、なんか質問書いていただけると嬉しいなと思います。それにしてもね、まあ、残り2ヶ月というわけでね、あの、今なんかちょっと、 あれですね、抱負じゃないけども、言うってや、なると、もう今年はね、もういろんなところに行きましたからね。はい。またそれはまあ年末ぐらいの動画にね、あのー、まあ言えたらいいかなと思っております。まあ、一応年末とかのね、そういう動画どこに関してはまたちょっとですね、考えようかなと思っています。まあお知らせの動画出すかわかりませんが、まああの、一応ね、YouTube のあの説明のとことかにももしかしたら書くかもしれないです。はい。というわけで、 ですね。まあ、お知らせの動画は以上です。はい。ご覧いただきまして、ありがとうございました。はい。それではですね。あの、明日からのね、動画投稿も、あの、引き続きよろしくお願いいたします。